スワエ二ジロは、日本のカトリック教会聖職者で、カトリック、高松市教区司教。先例名は、ヨハネ。1947年7月8日、兵庫県神戸市で生まれる。上智大学で哲学と進学を学ぶ。1976年11月23日に、大阪で、司祭除九1976年から1979年は、 その田教会、1979年から1981年は、香里教会、1981年から1983年は、宿川教会、1983年から1986年は、玉作り教会で助人司祭を務め、1986年から1988年は、大阪教区小神学校の教師を務めた。 1995年の阪神淡路大震災後、中山で教会、下山市教会、名田教会を統合したカトリック神戸、中央教会設立に関わった。1997年から、カトリック社会活動神戸センター長及び、大阪教区内共同宣教士牧、チームモデーラトール。その後、2005年から、カトリック、高松教区に派遣され、高知地区協力宣教士牧、 モデラトールを務めていた。2011年3月25日、溝部治教区長の定年による引退承認に伴い、教皇ベネディクト16世によって、カトリック・高松市教区司教に任命された。なお、同日には、高松教区で働く浜口末夫神父が、カトリック・大分教区司教に任命されている。同年6月19日、 高松教区市教座聖堂カトリック、桜町教会で大阪大司教区の池永淳博司教主指揮により司教に除海された。ありがとうございます。